いいぞ。可愛らしい聖騎士さんだこと。私はバルデロッサ、純血の闇の血族の一人。あなたを苦しめたいんだけど、ほら、私が簡単に倒しちゃったらつまらないでしょ。だからこういう思考で行こうと思ってん。ミュベール隊長。いい表情ね。いっぱい苦しませてあげてね、あたしのミュベール。アリューシェ、汎用でいるのは苦しいだろう。こんなの嘘だ。妖魔に落ちて私は解放された。すがすがしい気分だ。戦うなんて。こっちに来るんだ。お前も苦しみから解き放ってやる。隊長、引き返す。アリューシェ、強くなったな、アル。妖魔に落ちれば、もお前は私を超えたかったのだろう。私は妖魔になどなりません。時間の問題だ。一度汎用になってしまったら、もう人間には戻れない。仲間からは疎まれ、愛す私と一緒に落ち、汎用に変えられたお前。あなたとはいけません。私にはなすべきことがある。そうか、汎用の苦しみを知っていけばもがき来る。覚えておいてくれ、アルシェ。お前がどんな姿になっても待っているぞ。隊長、どうして、なんでなんだ。ミュベールと、その時に私は戦えるんだろうか。今はとにかく先に進もう。はっ、うん、始まるよ。よし、アリューシェ、やーせや、一緒にやるぞ。さない。すべてを焼き尽くせ。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、はっせや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 、
人間ども、この鉄壁の防御の前では手も足も出るまい。私の守りは鉄壁である。